ウド・ユルゲンスは、オーストリアのポップ歌手。ピアノの弾き語りスタイルで歌った。ドイツ語圏で、最も成功した歌手の一人。ケルンテン州、クラーゲンフルト出身、2007年以降は、スイス国籍であった。トゥールガウ州、ミュンスター・リンゲンにて没。1964年から1966年まで、3年連続で、ユーロビジョンソングコンテストに、 オーストリア代表として出場している。ドイツでの発売年とチャート順位中、日本語タイトルの太字以外は直訳。1971年10月に発表され、翌1972年に大ヒットしたペドロカプリシャスの別れの朝は、ユルゲンスの夕梅の二人がオリジナルである。夕梅の二人のシングルは文化放送。 オールジャパンポップ20で1972年3月13日に最高位15位を記録した。現代の意味は僕が君に伝えたいことであり、それはピアノが伝えてくれるという内容の詩。ありがとうございます。